あかりんのおすすめのクリップさんどれ？あれあのレイズよ。もう結構の死に方で分かっちゃう、笑っちゃうよね毎回。懐かしいこのスキルこのグリップ結構一瞬こっち見てんのがいいやな。じゃあ結構が一瞬こっち見てんのいい。よしレイズがいるな大丈夫だ。俺の好きなのこっちだよ。僕が上、お前が下。チョビーで見るやつだもんね、ポジションが。チョビーがよくやる、あのめっちゃうまいミッドがよくやるやつかなと思ったらガチでトロールだった絶対ベイガーでだけはやるな。ベイガー以外だったらワンチャン1対1強いキャラだったらありだけど、ミニオン背負いながら。ミニオンの色で気づくやんこれなんで味方のミニオン殴ってんだ味方のミニオンめっちゃ。かわいすぎる。よかったね、ランクじゃなくて。明日は負けなしでいきましょう、藤崎さん。明日は5-0で。あ、俺ダメだ。あれ、ダメ、ダメではないわ。俺ちょっとカスタムやって、あ、カスタムやる前にやる？やれる？昼とかいける？何カスタムって。あ、やべ。カスタムって何？なんか誘われたんやね、カスタム。恒例と配信者カスタムって言われて。あ、吉崎さんもカスタムじゃあ行くのか。よし、じゃあカスタム終わったらやるか、一緒にカスタムやって。いや。ああ。もう。落ちるわ。お疲れ違うよ、言ったの、ニンニンにも誘われたんだ、ニンニンに誘われたんだけど。いやまあいいんじゃない、ヨシアキさん、あのリオボット行こうみたいな。知りたくない知りたくない知りたくない。そしたら強すぎてその2人は強すぎてさすがにみたいな、ダイヤモンドの人もいるからみたいな、別ロール行くことになるかもって言われて、まあ、そしたらヨシアキちょっと嫌かなと思って。まあみんなそういうらしいね強すぎてっていうらしいね。まあ、手の、まあまあまあ、まあ、言葉が強すぎて。あ、そっち？そっちか。もう俺別にそんな上手くないけどな。しかもそんな口悪くないしな。なんか勘違いしすぎだよな。そう、怒る人みたいなの言われてるけどね。誰かが変更報道したせいでクリップばっか見て。ふざけんなてめえガキ、マジでふざけんな本当に。プチゲートルじゃない、もうやばすぎん、マジで全員が全員やばすぎる。なんでそこでファイトするの、意味あるそれ。もうマジで頭痛い、もうこんな頑張ってんのに、もうマジで頭痛いんだけど、何これ。あーやばい、もうほん、あーマジで、死ねだからやってない、またいやいや違うよ、お前がこうやってクリップばっか流すからだからね。なんでだよそうじゃない、それでちゃんと見てないのがバレバレじゃん、マジで。味方が倒されました。
しかもなんかこいつリコールしたくせに便乗してなんかごちゃごちゃ言ってくるしよ、みっともローム、ケアしてやってんのにさ、死ねえやマジでこのチーム。だからエメラルドダイヤモンドとゲームしたくねえんだよゴミが。下手くそ、死ねえ。変更報道だよね。違う、これマジ俺さ暴言吐かってるからね味方にめちゃくちゃ。でもチャット欄には何も映ってないからね。いやマジで悪いわ本当に。しかも名前も入れるキングだし俺はこのレル以外の人が悪いようには見えないけどな。いやマジでどうしたらいいの。うん、だからもうニンニンも言ったもんね、ダイヤの人とかもいるからごめんっつってそっちもろめ増やしてやってんのにさ、死ねえやマジでこのチーム。やっぱそうじゃん、ダイヤモンドとゲームしたくねえんだよゴミが。やっぱそういうことじゃん。違う、ヨシ君が強すぎてダイヤの人とかもいるからちょっとサポートとかのねっていう話ということにしときましょうか。じゃあミッシュ明日一人で TFT します。昼からやろうよ。いい昼から。そんなやりたいの。だる